じゃこんにちは、豊さん、はい、ソフトバンクの千賀投手が怪我の後の復帰戦ということで登板がありました。まあロッテ戦でね、はい、はい、ちょっと内容を振り返ってみますが、うん、2回3分の2、77球を投げて、まあ被安打9、うん、で奪三振0、四球が3つ、はい、まあこの3つの中に押し出しが2つ含まれているということ、はい、で失点10と、はい、ただしマックスまっすぐが158キロまで出てるという、はい、まあ全体的に見るとねちょっと力みが入ってたなっていう、うーん、でそのやっぱ復帰登板っていうのはさ普通こう力の抜けた状態で自分のパフォーマンスを出していくっていうことがなかなかできてなかったよね。うーん、でどうしてもやっぱり誰でも力む。この数字を見るとさ、侍ジャパンに追加招集されたけどもすごく皆さん不安に思ってると思うんだよね。うん、うん、だけど復帰戦ということを考えるとさ、まあ投げられる状態になったっていうことでまだ調整期間はあるということ、はい、ただし俺が気になるのは、はい、ゼロ奪三振ゼロ、うん、でも千賀って思い浮かべるのは何まず。こう早い球で三振を取る。そうだよね、はい、であとフォークボールで三振取るとか、はい、で三振取るのもあれなんだけど今日ロッテのバッターたちが非常に調子が良かったのかどうか分からないんだけど、はい、まあ、ロッテ自体チームは状態いいんだけど、うん、空振りがないんだよね、うん、だから三振ってまあ例えばこう空振りもちろんするんだろうけども、はい、まあ、見逃しもするんだろうけども、うん、だけどそのカウント球でも空振りが取れてないということ、はい、だからここが一番の問題点だよね。うーん、で失点する時もあるよ、はい、ね、こうもう158キロ投げてるんだからまあいいとしても、うん、ゼロっていうのが俺はものすごく気になる、うん、2回3分の2で被安打9、うん、まあ、長打もすごく多かったんですけど、うん、ね、フォアボールで2回押し出しもあったり、ね、っていうところよりも、うん、よりもゼロっていうのが気になる。だからこれ158キロ投げてるけども、はい、おそらく球持ちが悪かったりだとかさ、うん、球速以上に感じてないよね、うん、球の速さを。なるほど。だからまあ例えば復帰登板だけに足の故障もあったりとかして、はい、下半身の粘りで投げてないとかさ、うん、そういうまだまだそのフォームがしっくりきてない部分があると思うんだよね、はい、だからそこがもすごく問題だなっていうことはすごく感じた、はい、今回侍ジャパンにも選出されたということで、うん、はいはい、あと少しの期間短い期間での調整になると思うんですけど、うんうん、ぶっちゃけどうですか。ぶっちゃけな、はい、ただ悪いところは、はい、なぜか三振取れないかとかは、うん、まあ、まず今日で言えばコントロールがすごくアバウトで、はい、まあ、真ん中付近に集まってたよ。それは打たれるわね、9アンダーされるわね、はい、だけど千賀が一番分かってるどこが悪いか、まあ、例えば下半身の粘りがないとか、はい、やっぱこれは足からの故障から来るものなのか、はい、これがやっぱりこう本ちゃんまでに治ってくれるのか、うん、この粘りが出てくるのか、はい、これは千賀が一番分かってるはずだよね。だからそこに向けて次回の登板、はい、そういうのにやっぱ期待したいと思う、はい、ただほっとしたのはやっぱこうマックス158キロが出てたということが一つの安心材料ではあるけどもね、はい、でも次の登板でやっぱ三振はまあ例えば5回投げたら5個ぐらいはやっぱ取ってほしいよね、はい、千賀だったらそのぐらいの力のあるピッチャーだし、はい、それが普通の成績だからさ、はい、1イニングに1個っていうのが、うん、じゃないとこの数字を見たら先発では使えない、はい、じゃあ中継ぎに入れようかでも三振が取れない、うん、そうなってくるとやっぱ苦しくなってくるよ、うん、これは侍ジャパンもね、はい、だからそういう意味では次回の登板、まあ、それにちょっと期待をしたいなっていうふうに思います、うん、はいはい、次に西武平投手、はい、39試合で記録がストップと、はい、無失点記録が、うん、ついに途絶えてしまいましたが、ツーアウトランナー一塁だったんだよね、はい、あとワンアウトで記録が伸びたんだけども高浜にツーベースを打たれて、はい、ランナーが一塁から一挙ホームインで、うん、失点でサヨナラ負けをしたんだよね、はい、でその時の状況をこうちょっと説明すると、はい、外野手の守備位置、はい、で俺
実際に見てないんだけどさ、はい、定位置付近にいたんだよね。はい、これはやっぱ平の高浜との力関係があって、はい、俺は定位置にしてたんだと思うんだよ。あえて、あえて。通常であれば、通常であれば赤印、はい、ランナー一塁の時の外野っていうのは、うん、守備位置は少し深めに守るっていうことですかね。だから長打で一塁ランナーを返さない、はい、守備位置を取る、はい、この120m センターが、はい、狭い球場なんだよ、はい、狭い球場も考えて、おそらく定位置にいてもクッションボールを素早く処理すれば一塁ランナーは帰ってこれないと思ったんだよね、はい、だけど、まあ、センターに金子が入ってた、守備固めで、はい、金子ってめちゃくちゃうまいんだよ、守備が、守備が、はい、で平の記録もかかってんのも知ってる、うん、で定位置に守ってる、はい、慌てたんだろうね。あ、まさか頭の上来ると思ってなかったと思うんだよ。うん、だからこうやって打球がこう飛んでいく、はい、ね、普通であればおそらくフェンス前で取れたと、取れた打球なんだよ、はい、だけど取りに行っちゃってんだよね、うん、取りに行っちゃってる、はい、これ普通はクッションを待って処理したら一塁ランナーはサードまでしか行けない、うん、で2アウト2、3塁になってたはず、はい、まあ、失点することはないだろうっていう、でもう一回バッターとのチャンスが生まれてくる、はい、抑える、うん、はい、だけどこのクッションがこっちにそれたんだよね、はい、でそれを素早く取って処理はしたんだけど一塁ランナーが帰ってきちゃったという、うん、こういう失点なんだよね、はい、平も最近疲れていて、はい、ボールが浮き気味だったんだ、うん、まあ、変化球もうまく使いながら、はい、抑えてきたんだけど、はい、その変化球も前回の登板から見てると、はい、やっぱすごく疲労があるよね、うん、それと記録のプレッシャー、はい、あとは途中中継ぎから抑えピッチャーになったよね、はい、そういうプレッシャーも加味して相当な疲れがきてたよ、ストレスの。でそれも金子知ってたんだろうね、はい、だから取りに行っちゃったんだよね。うーん、だから平のために取ってやりたいという外野手の気持ちが裏目に出たという、裏目に出てしまった、うん、はい、ただし外野の守備位置がこれ左中間右中間をこうレフトライトが占めて、はい、センターはちょっと下がるんだよね、はい、こういうことを基本的なことをやっていれば、はい、俺は金子の力だったら取れてたと思うんだ。うーん、でも 120m という狭い球場だったがためにおそらく定位置ぐらいに位置してたと思うんだ、ね、まあ、それを考慮に入れるとこのくらいでちょうどいいのかなっていう守備位置だったということですね。これが、まあ、例えば一番広いのは札幌ドームとかバンテリンドームだって、はい、だとしたら相当深く守ってたと思う、はい、うーん、前の打球で一塁ランナーが帰ってくるっていうことは絶対ないから、はい、それは間を抜かれるか越されるかだから、はい、だからその越される間を抜かれるそういう守備体系を取ってたと思うんだよね。うーん、でも 120m というこの球場のいたずらっていうのもあったと思うんだよ。うーん、だから非常にもったいない、なるほど、記録のストップだったかもわからないけども、はい、まあ、藤川球児が記録を持っていて、はい、あの藤川球児ですらやっぱそこまでしか行かなかった、うん、それには疲労があったりだとかさ、いろいろあったと思うんだよ、うん、で平も相当な疲労を抱えて、はい、またその記録へのプレッシャーも感じながらやってた、うん、はい、だから記録がストップした、だこれでなんか一つ肩の荷が下りて、うん、新鮮な気持ちで平のこう力がまた発揮できるような、はい、そんな感じになってくると思うんだよね、うん、記録がストップしたっていうのは非常にもったいないけども、はい、でも平にとっては、まあ、新記録作ったしね。そうです、もう39試合っていうのも素晴らしい記録ですよね。いや素晴らしい記録、そういう記録がかかった時に野手の心理だとかさ、平と高浜、打ったのが高浜だったんだけど、はい、力関係を見た時に定位置に位置するっていう気持ちも分かるし、うん、でも基本に忠実であれば防げた失点かなっていうようなことも思うから、まあ、複雑な心境だけどね、はい、また頑張ってほしいと思うよね、はい、だからランナー一塁の時の守備体系、はい、まあ、これも含めて、説明しました。はい、はい。